どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ポケポケ実況、今日もやっていきたいと思います。前回に引き続きステップアップバトルをねやろうと思うんですが、よく見たらこれ初級あと一戦で終わりみたいですね。今回初級の最後を倒して中級にも挑んでいけたらいいかなと思います。そして今回使うデッキなんですが、ついに私デッキを作りました。マイデッキ、唯一のデッキです。見てください、このタイトル、ウィンディー勝ちたいっていうね、ゲームも担いでウィンという文字を入れさせていただきました。ウィンディーがねこのアカウントすごい出るんですよね。で、何か縁があるのかなと思って作ってみました。まあ、ガーディーとウィンディー入れてるのはもちろんなんですが、序盤からね起動が遅れないようにポニータとクイタラン、あとギャロップを入れてますね。一番主力なのはやっぱりウィンディーかな。はい、モーカの突進、3エネルギーで120ダメージ、ただウィンディーにも20ダメージ入ってしまうと、これがちょっときついですけど、序盤はねギャロップでうまくね回せたらいいかなと思うんだけどね、1エネルギーで40ダメージって結構コストも軽いし、まあ、これぐらいだったらね裏でガーディーを育てながらギャロップで立ち回ったりできるのかなと思いました。アイテムは傷薬、スピーダー、モンスターボール、レッドカード、博士の研究で、レッドカードちょっと初めてかもしれないね。相手の手札をすべて山札に戻す、相手は山札を3枚引くっていうことで、相手が結構事故ってるなみたいな、手札がたくさんあるなっていう時にね使うと有効かなと思いまして入れてみました。こんな感じのデッキです。うまくいくかな、ちょっとまだね試運転もさせてないので、ステップアップバトルの初級でねちょっとどんな感じなのかっていうのをちょっと掴んでいけたらいいかなと思っております。ということで、ニドリーナ&ニドリーノデッキ、今回ここからやっていきましょう。はい、今回レンタルデッキじゃないぞ、うまくいくかな、ウィンディーデッキでいきたいと思います。ではバトル、よろしくお願いします。お、今回先行だね。さあ種ポケモン誰が来るかな。あ、いきなりガーディー、ガーディーと、お、ポニータギャロップいるね。めっちゃいいじゃん。じゃ、ポニータ出して、ベンチにはガーディー。これで終わりにしましょう。相手は、あ、俺からか。まだギャロップに進化できないね。博士の研究使っちゃおう。いや、ウィンディ来てくれたら嬉しいんだけどな。ちょっとどんどん回していきたいので、モンスターボールとかも使っちゃおうね。あ、クイタラン来てくれた。まあ、こんなもんでしょうか。相手は何をしてくるかな。アーボ、アーボ、チラーミ。う、いきなりダメージ、エネルギーをポニータにつけて、早速ねギャロップに進化させようか。博士の研究、ちょ、ウィンディ来てほしいね。ガーディー、レッドカード、あ、レッドカードか、どうしよう。ガーディーもう一枚出しとく。はい、炎の盾紙で行くぜ。いや、このね動きの速さが結構ギャロップ強いかなって思うんだよね。逃げるのにもさ1エネルギーで足りるし、うわ進化してる、ちょ、なかなか強いな相手。ウィンディ来てくれた、進化させよう。ただどうしよう、次倒されちゃうよなこれ。とりあえずウィンディーにエネルギーつけて、悩ましいな、攻撃して倒されちゃうのがちょっと悔しいから、
でも相手の角で突くはさ40ダメなんだよな。行くかこのまま。突っ張っていきたいと思います。だよね。いやまだウィンディさ動けないからな。どうしよう、クイタランで一回つなぐか。うわ傷薬だ。もう一旦早く来てくれたらね、よかったね。これでつけて、このターンはこれで終わりだな。あ、40ダメ受けてしまったけど、あ、またウィンディ来てくれたよ。2枚体勢でいきましょう。エネルギーウィンディにつけて、ここで生きてくるか？スピーダー。食いたら逃げる。ウィンディと交代で。よし。モーカの突進。はい。ウィンディがようやく場に出てくれました。なんとか繋いでここまでね、来たね。相手はアーボ。傷薬もあるからね、モーカの突進ちょっとしやすいかなと思うんだけど。もう止めらんないよ、うちのウィンディは。モンスターボール使っとこうね。ギャロップがいるからな。あ、よかった、ポニータ。で、どうしよう。相手、4枚あるからな。まだ1か、レッドカードとかは。エネルギーは次のウィンディにつけておきましょう。傷薬で回復して、モーカの突進、ドーン！いけ！アーボ倒した！ 2 ポイント、リーチです。あと1ポイントで勝ち。どうかな？ベトベタ。ベトベトに進化しない限りは倒せるって感じか。うわ、毒ガス。毒状態。これ嫌だよね。毎ターン10ダメージくるの。やった、これ勝てたんじゃない？なんか試運転にしてはすごい、なんとか回ったかなって感じでしょうか。ちょうど持っているポケモンがね、全員活躍してくれて、よかったのかなと思うんだけど、これは初級だから勝てたのかな。はい、勝利。ニドリーナ、ニドリーノデッキに勝てました。いや、相手も強かったね。さすが初級の最後って感じ。はい、ということで、ステップアップバトル、まあ、いろいろとミッションが残ってたりもするんですが、無事に全てね勝利することができました。はい、じゃあ今回からね中級挑んでいきたいと思います。間違えた。中級一歩ずつ進んでいきましょう。不思議花ナッシーデッキ、ウィンディデッキでいきます。いや、中級に上がってどうなるかっつうところだよな。このデッキ通用するのか？わ、ガーディーが来てますね。ガーディーしかいないのちょっと不安だな。ガーディーってさ、2エネルギーで行動できるんだよね。だから、ポニータとかに来てほしかったけど、あ、ウィンディーが来てる。ウィンディーが来てくれたね。ありがてー。とりあえずモンスターボールで種ポケモン、あ、来てくれたね。ポニータ、そうだな、まだ何もできないね。ターン終了。相手の番。鬼スズメだけだけど、なんか出してきそうだよな。プリン。ラッキー。ラッキー、HP 高。
やばい、これちょっとじわじわ削られるのきついな。お、またポニータ来てくれた。進化させときましょう。もうこのまま突っ張ってもいいかもしれないね、ウィンディーで。傷薬も一つあるし。おい、進化させくるじゃん。マジかよ。結構強い。え、危な。ギャロップ。やばい、今回ちょっとウィンディーでさ、突っ込んでいって勝てるか不安になってきた。エネルギーつけて、傷薬今使う時じゃないかもしんないな。やばい、ちょっとお祈りだ。ドリルライナーで表が出たらきついよ。マジかよ。お前、やばいな、やってくれるじゃん。博士の研究。スピーダー欲しいけど、来ないね。どうしよう。2エネルギーで、1回逃がすか？ギャロップ出してもいいよね。いやー、このターンで倒したかったなー。なんかこのままさ、鬼ドリルとやり合っても、エネルギートラッシュされて、泥仕合みたいになっちゃいそうなので、一旦逃げましょう。そうだな、ポニータで受けようかな。傷薬はウィンディーにちょっと一回使って、痛い。食いたらも来てくれたね。ちょっとギャロップにエネルギーつけよう。次はギャロップでちょっと戦っていこうかな。これで番終わるか。ポニータでちょっとね、受けていってもらうのがいいかなっていう感じがする。頼むぞ、ギャロップ。博士の研究。なんかいいの来てほしいね。ガーディー。お、新鮮なガーディー。これめっちゃ神引きかもしんない。傷ついたウィンディー、まだエネルギー乗ってないからね。こっちのガーディーにエネルギーつけようか。待て。相手結構手札さ、増えてきてない？これはレッドカードの出番なんじゃないか？ほら！ 6 枚山札に戻せ。そして3枚。これちょっと減るっていうね。それで、炎の盾紙。オッケー。傷薬を上手に使ったら、鬼ドリルの攻撃3回受けれるよね。やめろ。怖い、これ。マジで怖いわ。よし。ウィンディに進化。いやー、あのさ、オーキド博士神引きだったと思うわ。エネルギー2つつきました。で、傷薬で、ギャロップを回復させて、もう一旦ね。鬼ドリルの攻撃受けれるようにしましょう。っていうか、60、そうだね。やっぱ足んないね。炎のたたがみ。いけ。オッケー。え、逃げんの？お前。許せねえ。これでもさ、ウィンディいけるね。いや、よかったよ、これ。新しくさ、ウィンディーが来てくんなかったら、やられてたかもしんない。相手の手札は、3、4、5枚か。
そろそろ言っとく？レッドカード、こういう使い方で合ってんのかな。逆にチャンスを与えてたりして、よかった、モーカの突進が強くてラッキーワンパン、オッケー、ようやく1ポイントゲットだよ。結構苦戦するね。鬼ドリル出てきました。エネルギー乗せてやってくるんだろう。モンスターボール使った種ポケモン、うわ、プクリンだ、不思議だね。うぅ、やめて、うわー、これきついって。でも倒せるね、倒せるんだなー、ウィンディーなら。え、待って、プクリンの攻撃大丈夫かな、受けれる俺 60? はっ、やばい、マジか、いてて、え、負けたんじゃない、うわー、マジ、負けました。やばい、俺プレイング下手か、やっぱりまだまだ甘かったですね。めっちゃ悔しいんだけど、いきます、ウィンディデッキ。よろしく。先行。やっぱ鬼ドリル出されたらきつい。あ、今回いけるかも。やっぱ最初にさ、ポニータいるかいないかだよな。これだよ。これでうちのデッキはね、決まってくる。しかも相手ラッキーだけ？ラッキーだけであってほしい。ガーディー、モンスターボールバシバシ使っていこうな。クイタラン。ガーディーもう一枚。ここは、どうしよう。クイタランにするか、ガーディーにするか。でもね、序盤はもうポニータでいけると思うから、ガーディー2枚体制でいきましょう。ワン終わる。相手なんか出してくるかな。博士の研究。コンパン。ちょっとね、マジできつかった、さっきのは。お、ギャロップ2枚目来てくれたよ。これは神。もう、序盤は、止めらんないよ。やったー。ついに勝てるかもしんない。どうだ、油断禁物か、つかナッシーになってる。やばい、強そうだ。相手も回ってるな、これ。ウィンディが来ることを信じてガーディーにエネルギーつけましょう。なんていうかあれだね、相手はもうラッキーを盾にして後ろを育てる気でいるね。おい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 、鬼ドリルもいるじゃねえか。許せないよ、これ。勝てるのか、俺。ちょっと一回確認するわ。ナッシー、踏みつけ。30。コインを1枚投げ表なら30ダメージ追加。強力だね。もう鬼ドリルは言わずもがな。モルフォン、毒の粉。相手を毒にする。これ実質40ダメなんだよね。なるほど。ちょっとギャロップでまだいけそうな気がする。早く手札にウィンディ来てくれ。俺をウィン、勝ちに導いてくれ。お、鬼ドリルから出すんだ。なんでだ、弱点だからかな。エネルギー2つつけないといけないじゃん。大丈夫？博士の研究。傷薬とスピーダー。ガーディにもう一つエネルギーつけておきましょう。
炎のたてがみで、なんていうかよ、このデッキはウィンディーを支えているポニータギャロップのおかげで回っているような気がします。ラッタ、うん、どうしよう、もう一つの、もう一体のギャロップにエネルギーつけようか。炎のたてがみ、これあれなのか、抗体とか駆使してダメージ分散かな。ラッタ逃げれるもんね、次だよね。うわマジか、いきなり60ダメージ飛んできた。1ポイント取られました。油断大敵。いや、ここでウィンディー来てたらな。来ました、ついにウィンディー。ナッシー早く倒した方がいいよね。そうだな、普通に逃げるか。エネルギーの乗ったウィンディ出して、エネルギーはそうだな、ガーディにつけましょう。モーカの突進いけ、オッケー、ナッシーワンパンリーチ、よっしゃ、おい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 、今度こそいけるんじゃないか。ラッタじゃ受けれないぜこの攻撃。きたー、モーカの突進、やったー、強っ、洗礼を受けたっていう感じがします。ウィンディー勝利。ただこの裏ではポニータとギャロップがね支えていたという、あいつらのおかげだよこれ。はーい、はい、新しいデッキがね出てきました。リザードン&ウィンディデッキ。おいおいおい、敵もウィンディ使ってくるんか。マジかよ、これは強敵の予感なんですが。ちょっと今回ね3デッキ行こうかなと思ったんですけど、意外にも不思議バナ&ナッシーデッキでね苦戦してしまったということなので、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。次回リザードン&ウィンディデッキね挑んでいけるように、またもしねデッキが組めたら新しいデッキを組んで挑戦していこうかなと思いますので、ぜひ応援の方でよろしくお願いします。ということで今日のゲームはここまで。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。